マッチョギリギリゲスターマッチョあマッチョあ今日はね、新役職入れてますんでちょっと新役職だけ説明しますね。ミディアムっていう役職入れてます。クルメット J ですね。ミディアムっていうのは、死んだプレイヤーの魂から情報を聞くことができます。これはですね、議論を開けた後に、情報は聞くことができますので、よろしくお願いします。で、その魂の情報や犯人に対する情報はランダムで聞けお前いや、聞いた聞いたポンゼロが爆発するポンゼロさんがもうちょいで爆発する。やばい火つけちゃった火つけちゃった。ごめんマジでごめん。もう米田も怒ってるよ。中取れだよやっていくわよ。煽っていく。かかってこい。絶対殺してやるわ。絶対殺してやる。でもさ、中野っち最近ストレス溜まってない？誰のせいかな。俺のおかげだよ。このストレス。だよ、俺が。え、これセーフだったの？あら、中野っちの死体ふびふびしちゃって美味しい。中野っちの死体ふびふびしちゃって美味しいなマジで。僕シェリフなんですけど、中野っち殺せました。乗っ取んてんじゃねえよ。しんどい、乗っ取んなお前。すごいね。誰か見てますか？でも、シェリフ対抗いないでしょ。僕は見てました。あら、うわ、面白いな、これ。ちょっと腹いからバク頼む。バカだめー、死ねは、本当に、バカだめあれ、やばい。説明すると、多分ミネさんがデビルゲッサーかなんかでショボさんを撃ったんですけど、ショボさんはシェリフじゃなくてノツさんがシェリフなんですよ。シェリフが一応落ちしてイビルゲッサーを押してくれたのか。あ、ダブルバカですね。ダブルバカ。じゃあショボスケ、じゃあナツピョン撃ってみようか。ナツピョン、なんて撃ったらいいんですか。やるのか。ナツピョン若干撃ってみようか。ワンちゃん何を撃つんです。クルー、若干クルで撃ったか。あ、いやちょっと。まあ、ミネさん落ち着いて。ミネさん落ち着いて。どうした。俺が、真のシェリフです。ガチで。え、マジで？はい、ガチです。ガチシェリフ？はい。信じていいそれ。マジで信じてほしい。ガチです。わかった、信じようじゃないか。怪しかったんで。うん。すいません。誰だ？で、班長。ポンズが切ってます。すでに死んでます。冷たいってことか、死体が。この爆弾、黒です。いや、じゃあ共犯やけどな、そしたら。どういうこと、もう一回言って。展望デッチで、ポンズさんがかわいい。かわいい。対戦やってたら、ポンズさんが滑りかけてきたから、私人外にしようって嘘ついたら、ポンズさんが、じゃあ仲間だなみたいな感じで、扉のところにマシャカリさんがいたので、俺今から切ってくるから証明してくる。扉ってさ、どこの扉？展望デッチです。あ、デッチね、ごめん。じゃあキッチンのこと。ポンズさん視点は？ポンズさん視点は？じゃあポンズさんが、僕アドミ見てたので、ずっとキッチンに一あって動かなかったから合ってると思う。そしたら、そしたらポンズさんは、いや、ズインガイ、僕シェリフだから。違う、全部嘘。弱い。やばい、泣きそう。
弱いなー。逆違う、僕の子分って言ってやる目の前で、ね、ちょっと遅い。しかいパケやこいつ。その前の会議で峰さんからの情報を得ないと。あ、屁が出る。おいすいません、配信中やね。21時57分生まれました。ありがとうございます。モラル捨てたんか。すごいな、元気な。そんなことあるか。いるんだよ、トップアイドルいるの。トップアイドル、一応トップアイドルだから。しば漬け、朝しば漬け食ってるトップアイドルいるんだよ。どうしたらいいの。全然聞こえない。ミサトランが話してくれない。話してるよ、いる。はい聞こえないの。チャット質問することができる。質問って何。チャットしてるよ。質問って何。はよ質問しろよ。明日は何食べるんですか。明日の夜ご飯は何食べますか。お前を食べたね。お前食べられたね。お前が食べられたね。ジンガイ。誰か。緊急事態。やってくる、怖いのやってくる。きっとくる。テレビの中から、やってくる、怖いのやってくる。きっとくる。よーほー。これ自害した。聞こえてんだってね、この野郎。これ自害したら、やつも。あ、来た。来た。お、あなたを殺した人の役職は何でしょうって俺が説明して、うん、質問して。質問ね、うん、で、私を殺した人はシェリフですってミサトランから返信が来てる。あ、だから自分の自信ってこと。ランダムでだから自爆したってことか。自爆したってこと。自爆です。わ、すげえ。いけるって。へー、バカですって。多いね。ミサトランはバカですって書いてある、しかも。悪いなー。すごい辛辣だね。悪いなあと、あと、ナツピョンは調子乗りすぎとも書いてあるな。おー、あ、わっすよ。ほんとだ。あー、他に何か書いてあるの。あと書いてるのは、ズズはモデルで調子乗ってる。あー、上手いけどね。2ちゃんじゃん。2ちゃんねるじゃん。なるほどね。2ちゃん見てんのかな。2チャンネル見てんのかな。ミスナンチ掲示板見てんな。で、ポンズ野郎が俺100均のパンツ使ってるけどなんか質問があるって。何か勝ててるなんて。板勝ててる。今日は何のパンツなの。今日はあれですよ、アマゾンで買ったパンツですよ。家から出ろお前、パンツぐらい買いに行けよお前。ミネさん言ってました。白いと思いますけどね。6人で、あ、白いですね。番長しょぼすけさんは今なんかのつさんをなんか殺しに行こうとしたんだよね。釣りに行こうとしたんだよね。ラインを切ったんだよね。しょぼすけさんは、しょぼすけさんはのつさんとなんか どういう関係なの。僕エビルゲスターなんだよね。のつさんは、あ、でもね、言えるわけねえだろバカ。ジャッカルだ言えるわけねえだろ。あ、サイドキックだわ俺。やびサイドキックサイドキックだったってさ。しょぼすけバカなの、なんて言うの。じゃあ中野さんがジャッカルかな。じゃないとおかしいでしょこの状況。
あ、やべ、間違えた。え？あ、え？あ、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 え？あ、最後ミスりました。爪が甘すぎる。最後最後に最後最後ミスって、いや、射撃のところから投票のところ行っちゃって、あ、5タップ正直当たりすぎて手ちょっと震えててマウスミスったとかちょっと恥ずかしい。変わったんです。声が変わったんです。いや、言ったよね。言ったよね。ふぐとか言ったよね。聞こえてた。言ってない、僕言ってない、言ってない。そんなの言ってない。嘘つけよ、お前これ。ぶっ飛ばすぞ、俺も。いや、やめてよ。助けてください。すごいな、この二人。マソさんとマソさんの口論みたいだな。すごいな。笑ってじゃないぞ、この野郎。わかった。じゃあ、お詫びとして僕、自投票するからね。じゃあ俺、トッシンさんに入れます。なんだこの流れ。フグダ君、残念だけどもちょっとやめてよ。おー、ゴタ君、そらそして危ないじゃないかい。人類は愚かです。声できそうなの結構いるけどね。確かに確かに。いや、マスオさんじゃないですよ。僕、あの名探偵コナンの